2020年東京オリンピックの陸上競技女子100メートルは2021年7月30日から7月31日にかけて東京の国立競技場で開催された。前回覇者のエレイン・トンプソン・ヘラが今大会でも優勝しオリンピック新記録を樹立した。トンプソン・ヘラにとっては生涯3個目のオリンピック金メダルである。 前回の銅メダリストで2008年と2012年の勝者であるシェリーアン・フレーザー・プライスが銀メダルを獲得した。銅メダルはシェリーカ・ジャクソンが勝ち取り、ジャマイカが表彰台を独占した。女子100メートルは1928年大会で導入されて以来22回目の開催となった。2021年5月初旬2度のオリンピックチャンピオン。 シェリーアン・フレーザー・プライスは、私のキャリアは、まだ終わっていないと宣言した。初の金メダルから13年、フレーザー・プライスは、自己記録を更新してきただけでなく、歴代2位の10秒63をマークしてきた。ジャマイカのオリンピック選考会では3位で、なんとか出場権を得た。アメリカの選考会では、シャカリ・リチャードソンが、歴代6位に匹敵する10秒72で走り、 出場権を獲得したかに見えたが、ドーピング検査の結果、大麻の陽性反応が出たため、失格となった。日本の女子選手は短距離種目での代表選出がなかった。予選では、マリー・ジョゼタ・ルーがアフリカ新記録となる10秒78でトップ通過した。準決勝では、フレイザー・プライスが10秒73でトンプソン・ヘラをかわした。他 ルートジャマイカのシェリカ・ジャクソンも10秒8を切って決勝進出を決めた。ダリル・ネータは10秒992で決勝に駒を進め、ミシェル・リーアイは10秒993で決勝を逃した。フレイザー・プライスはスタートの良さで知られ、決勝でもうまくいったが、トンプソン・ヘラも追随した。30メートル付近でトンプソン・ヘラがリードし、ジャクソンとタルーが 銅メダル争いを繰り広げた。そこから、トンプソン・ヘラは、フレーザー・プライスを引き離していき、ジャクソン型、ルーを離し、フレーザー・プライスを追走した。トンプソン・ヘラは、ゴールラインを切る頃にはい以下に、大きな差をつけており、タイム表示板やカメラマンを指差す余裕を見せた。記録10秒61は解消だっただけでなく、自己新記録を0秒09更新し、 フローレンス・グリフィス・ジョイナーが1988年大会でマークしたオリンピック記録を塗り替え、ジョイナーの2番目に良い記録に並んだ。2位のフレイザー・プライスと3位のジャクソンは0秒0に差で、ほぼ同時にゴールした。4位入賞のタルーは、ジャマイカ・トリオから0秒15離されてゴールした。トンプソン・ヘラは、ワイオミア・タイアース、ゲール・ディバース、フレイザー・プライスに次ぐ100メートルの2大会。 連続制覇を成し遂げた。フレイザー・プライスはこの種目で金、銀、銅のすべてのメダルを獲得し、マリーン・オッティのメダル獲得数に並んだが、オッティは金メダルを獲得したことはない。各国内オリンピック委員会は参加標準記録を突破するか、期間内に国際陸連ランキングで上位に入った選手を3人エントリーすることができる。 参加標準記録は11秒15であった。国際陸連ランキングは各人のベスト5の記録を平均したものを基礎として各大会の重要度で重み付けして算出したもので56人はこのランキングに基づき選出された。参加標準記録はランキングでの出場権を獲得できなかった選手に参加資格を与えるために設定されたものである。 選手選考の対象となる期間は当初2019年5月1日から2020年6月29日までであった。新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受け対象となる選考会は2020年4月6日から11月30日まで中断し、選考期間は2021年6月29日まで延長された。選考期間外でも 直近のエリア選手権大会はランキングに反映されうる。記録は屋外で測定されたもののみ有効である。各 NOC は陸上競技の参加標準記録を突破する選手が誰もいない場合、いずれかの種目に男女一人に限ってエントリーすることが可能である。開催形式は2012年に導入された予備予選と3段階の本選の形式を踏襲する。 参加標準記録を突破せずに、エントリーされた選手は、予備予選から、参加標準記録を突破してエントリーされた選手は、予選から出場する。今大会前の各種記録は次の通りである。WR 世界記録、AR エリア記録、CR 選手権記録、グレーン、大会記録、NR 国家記録、OR オリンピック記録、PB 自己ベスト、SB シーズンベスト、WL 世界最高。 今大会で以下の記録が更新された。エレイン・トンプソン・ヘラが、フローレンス・グリフィス・ジョイナーが1988年にマークしたオリンピック記録を0秒01更新した。この記録は、ボブ・ビーモンが1968年に、総幅飛びでマークしたオリンピック記録に次ぐ、長年更新されていない記録であった。この他、以下の国家記録が樹立された。時刻は、 日本標準時2日間にわたって開催された。WR 世界記録、AR エリア記録 CR 選手権記録グレーン、大会記録 NR 国家記録、OR オリンピック記録 PB 自己ベスト、SB シーズンベスト WL 世界最高、9順位による通過9記録による通過 DNS、危険予備予選は、参加標準記録を突破していない選手が出場し、 参加標準記録を突破している選手は予選から出場した。各組上位3人と最も記録が良い選手が予選に進出した。1組2組3組各組上位3人と記録上位3人が準決勝に進出した。1組2組3組4組5組6組7組各組上位2人と記録上位2人が決勝に進出した。1組2組3組風速。 秒速0.6メートル。ありがとうございます。